皆様、こんにちは。本日は、ジェネシスクラウド CX と Amazon Lex、Amazon Kendra 連携で顧客対応ボットは高度化と題しまして、セミナーを行わせていただきます。本日、司会を担当させていただきます、ジェネシスクラウドサービスの吉野と申します。よろしくお願いいたします。では、まずはじめに、少し注意事項となります。皆様の画面上、ズームバーには本日 Q&A ボックスがございます。セミナー中は随時こちらから質問を投げていただけます。他の方には見えないようになっておりますので、遠慮なくこちらからご質問ください。ご質問の回答については、基本的に最後の Q&A コーナーで回答させていただきます。もし最後までご参加いただけなくてご質問があるという方はですね、ぜひその旨ご記載いただけましたら、後日ご連絡をさせて回答させていただきます。その際には匿名ではなくて記名にてご質問いただければというふうに思います。また画面が見えないですとか音声が聞こえないというようなこともこちらの QA ボックスを通じてご連絡ください。基本的にはブラウザをリフレッシュしていただきますと治ることが多いのでお試しください。はい、それでは、本日の講演者となっております。本日はですね、4月に開催されました AWS サミット、こちらで、セッションを持たせていただきました内容に加えまして、本日は、Amazon Web Service Japan 様よりワンセッション追加させていただきまして行わせていただきます。で、その4月の AWS サミットの方で、弊社、パートナーアライアンス営業本部の本部長の水野、そしてソリューションコンサルティング本部のソリューションコンサルタント藤沢、2人のセッションがございました。そして今日は新たに AWS さんからですね、ソリューションアーキテクト部長でいらっしゃいます鮫島さんにご参加いただいております。よろしくお願いいたします。こちらがアジェンダになっております。最初のジェネシスクラウドの会社概要とビジネス概要、そしてテクニカルセッションの最初の部分ですね、弊社のセッションについては AWS サミットとほぼ同様の内容となっております。そして新たに AWS さんのセッションを追加させていただきました。最後に Q&A がございまして、終了は16時20分ごろを予定しております。はい、ではですね、まずここから水野の方にバトンタッチをしたいというふうに思います。では水野さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。画面を共有させていただきます。はい、皆様、月末のお忙しい中、このセッションにご参加いただきどうもありがとうございます。私のセッションではですね、まず弊社の概要、そしてジェネシスクラウド CX の、概要ですね、こちらの概要ですとか機能面を少し触れさせていただきたいと思います。前段で吉野から話がありました通り、4月の AWS サミットでご紹介させていただいた内容をお伝えする形とはなっておりますので、AWS さんのコンタクトセンターサービスの Amazon Connect と、どう違うのかというところも少し意識しながら話しておりますので、そういった点にもご注目いただければと思います。申し遅れましたけれども、私は、ジェネシスクラウドサービスで、パートナー様、そしてアライアンス企業様との、接点の、担当させていただいてます、水野と申します。で、後半のテクニカルセッションで、動画での参加になりますけれども、藤沢は、プリンシパルソリューションコンサルタントとして、数々の案件を対応してたりですとか、AWS サービスとの連携についてもですね、かなり詳しいメンバーになりますので、テクニカルに関しては藤沢の説明の方で対応させていただきたいと思います。我々二人ともですね、かなり長い間、コンタクトセンターを中心とした音声系のサービスに携わってきておりますので、そういった観点から、ジェネシスクラウドサービス、ジェネシスクラウド CX の強み、そして AWS との連携で提供できる付加価値の部分について、この時間でお伝えできればというふうに思っております。はい、それでは、中身に入ってまいりますけれども、まず弊社の会社概要です。我々は30年以上ですね、コンタクトセンターからスタートしたものの、CX 全体ですね、カスタマーエクスペリエンス業界でビジネスを、継続して進めており、特化している企業になります。グローバルでの顧客数は、
7000社以上となりますけれども、このうち日本のビジネス比率としてはですね、だいたい 6% から 7% ぐらいになりますので、お客様層としてはだいたい400社ぐらいが、お客様層になるかなというところです。外資のですね、平均的なか、ところで言いますと、日本のビジネス比率が 6% でまあまあ高い方になりますので、結構日本のプレゼンスは、まあ、長年やっているということもあり高い方かなというふうに思います。そしてこちらはよく、いろいろなところで見かけるかと思いますが、ガートナーさんが発表しておりますマジッククワドランドの最新のデータになります。コンタクトセンター・ザ・サービスの、位置づけ、各ベンダーの位置づけを表すようになりますけれども、弊社はですね、右上のリーダーとしてですね、8年連続位置づけていただいております。そしてこちらは、じゃあリーダーですけれども、実際に実行力、実現力はどうかというところを表した資料になります。先ほど弊社のお客様全、グローバルで7000社いるというふうに申し上げましたけれども、そのうちの半数以上のですね、3700社以上はですね、ジネシスクラウド CX というクラウドサービスをご利用いただいているお客様になります。このお客様層がですね、どんどん増えておりまして、この中でですね、100万米ドル以上の、ARR、年間経常収益を、いただいているお客様がですね、400社以上ありまして、これもですね、また半数以上がジェネスクラウドを使っているお客様になっておりまして、まあ、こういった、大きなお客様のご利用に支えられてですね、好調な業績をキープしております。でこういうふうに言ってしまいますと、それぞれ大規模の、ユーザーが多いんじゃないかなというイメージになってしまったかもしれないんですけれども、日本の実績ベースで言いますと、数十席という、かなり小規模で、まあ、オフィスの一角にヘルプデスクですとか、お客様相談室として運営されていらっしゃるようなお客様から、複数、拠点をお持ちで、数千席のコンタクトセンターを運営されていらっしゃるお客様までですね、かなり幅広く、席数もそうですし、業界も多く使っていただいております。そして国内の、稼働数なんですけれども、こちらは4月の AWS サミットでは5万席を突破しましたというふうに実はお伝えしてたんですが、最新のデータを確認したところ、現状ですね、6万3000席まで、ご利用の数が増えておりまして、かなり、クラウドの利用がシフトが進んでいるなという印象です。そして我々のミッションにも少し触れたいと思います。これまでですね、従来音声を中心としたカスタマーサービスの提供というものが、だんだんと、まあ、チャットボット、音声ボットといったですね、まあ、必ずしも人だけではなくて、無人対応、セルフサービスを活用したというですね、オムニチャネルの形に、多様化したお客様接点へと広がってきているというのが、実際のところかなというふうに思いますけれども、これをですね、私どもとしましては、コンタクトセンターの中だけではなくて、コンタクトセンターの枠を超えてですね、お客様、そしてお客様の対応される従業員の方一人一人にとって最適な体験をリアルタイムで提供していくということをミッションに掲げております。お客様の接点としては、コンタクトセンター以外にもウェブや店舗といった、まあ、いろいろな形のですね、タッチポイントがあると思いますけれども、まあ、そこでの体験を上げていくということはですね、まあ、企業への、ロイヤリティ、そしてブランディングにもつながっていき、まあ、大きな付加価値の要因というふうになってくると思いますので、まあ、我々はですね、これをプラットフォームとしてですね、使っていただくことで、まあ、企業様とその先にいらっしゃるお客様の体験に、変えていけるような、技術ですとか、サービスを提供していきたいというふうに考えております。まあ、そういった意味ではですね、システムが入れやすい形で提供していくということが大変重要だというふうに思っておりまして、サービスはですね、コンポーザブルな形で、提供できるということを、最近力を入れております。まあ、これまでですと既存の PBX からの切り替えというところがクラウドサービスを採用されるときのきっかけになるということが多かったと思いますので、まあ、ボイスが必ず入ったパッケージというものを中心としておりましたが、最近ではですね、まあ、音声の仕組みはしばらくそのままでいいんだけれども、まあ、デジタルの体験を上げていきたいですとか、
あとは、仕組みを使っていただいている従業員の方、オペレーターの方の、稼働の管理ですとか、より友人対応を、価値の高いところにシフトしていきたいというような、戦略的な動きをするためのワークフォースエンゲージメントだったり、あるいは、仕組みを取り入れる前に、そもそも企業に集まってきているお客様の接点を分析したいというですね、まず調査から入るというようにですね、様々な形でですね、お客様との接点を、考えられているケースを想定してですね、どこからでもスタートできるというところをですね、パッケージングに活かしている、形になっております。後ほど、料金体系の部分でも触れさせていただきたいと思います。はい。で続きまして、ちょっとガラリと変わりますけれども、ここからはですね、このセッションのきっかけにもなっております、AWS さんとの、リレーションシップについて少し触れていきたいと思います。はい。弊社はですね、今年の1月に AWS さんとの戦略的協業、契約を発表させていただいております。これはですね、4月の AWS サミットに参加させていただいたことですとか、こういったウェビナーの機会で露出していくような共同マーケティングをより強化していくというところも、もちろん含まれているんですけれども、それに加えまして、技術的なところでもですね、弊社が長年 AWS さんのユーザーとして培ってきましたオンプレミスからクラウドへのマイグレーションのノウハウを共同でお客様に提案していく部分ですとか、あるいは、この後の鮫島さんのセッションにも入ってまいりますけれども、AWS さんの REX、ポリーといった音声系サービスとの連携、Amazon トランスクライブや Kendra といった AI サービスとの連携をですね、よりお客様が簡単に導入していただくための共同開発というものも積極的に取り組んでおりまして、開発の部分までですね、踏み込んだ提携というものも推進しています。そしてですね、日本においては今後大きなニュースになってくると思うんですけれども、今年の年末までに2つ目のリージョンとしまして、大阪リージョンを開設させていただく予定です。これは独立したフルリージョンというふうになりますので、関西圏のお客様の利用、利便性を高めていくというところはもちろんなんですけれども、より強固な仕組みをですね、取り入れたいというふうにお考えのお客様にとってはですね、大変力強い機能の、サービスの提供の拡張という形になりますので、今後の情報提供にご期待いただければというふうに思います。はい、それではですね、ここから少し機能面のお話に移ってまいります。3つのポイントにまとめておりますけれども、私の方では、1つ目の柔軟なオファーリングメニュー、機能面と価格面、そして2つ目のシステム構成に関しても柔軟性が高いという部分に触れて、最後の AWS さんの各種サービスとの高い親和性の部分は、藤沢の方にバトンタッチしてまいります。はい、まず、1つ目のここがいいというポイントなんですけれども、機能面の柔軟性になります。柔軟性といえばですね、Amazon Connect もですね、完全、重量課金という形で、既存の AWS サービスとの組み合わせでですね、自由にお客様が使っていただけるという部分で、とても素晴らしい柔軟性の高い仕組みになると思うんですけれども、一方で、ジェネシスクラウドが言っている柔軟性というのはですね、オールインワンであらかじめ準備してある機能が多彩であるということと、その機能をですね、設定ベースで自由にカスタマイズしてお客様がすぐに使っていただけるという意味でですね、非常に柔軟性が高く、いろいろなタイプのコンタクトセンターや、規模を問わずいろいろな業務に活用いただけるという点を、柔軟性というふうに、お伝えしたいと思います。様々なチャンネルを取り扱うとなりますと、画面操作とかちょっと複雑になってしまうのかなというイメージがあるかもしれませんが、インターフェースはですね、すごくシンプルにできておりますので、一つの画面でですね、すべてのチャンネルの応対ができるようになっております。トレーニングにとても時間がかかるということはなくですね、直感的にすぐにオペレーターさんに使っていただけるようなユーザー、インターフェースを用意しております。機能が多彩というふうに申し上げましたけれども、こちら側の機能マップになっておりまして、大分類だけでもですね、12カテゴリーあります。
そして新機能の追加は週に1回のペースで実施しておりまして、年間約300以上の機能をリリースしておりますので、常に新しいニーズを取り入れたものをですね、常にお客様ご自身が取り入れて使っていただけるというところも一つの特徴になるかと思います。そして我々自身の機能の追加、拡張という部分もあるんですけれども、CRM ですとか AI 系のサービス、そして音声認識などですね、サードパーティーベンダーとの組み合わせによって利用できるアプリケーション連携、そのための API というものを豊富に持っておりますので、一例としてはですね、CRM ですと、セールスフォースさん、サービスナウさん、ゼンデスクさん、国産で言いますと、ファストヘルプのですね、連携するコネクターがすでにありますので、開発する必要がなくですね、すぐに組み合わせて使っていただけるというところも特徴になります。はい、そして二つ目のここがいいというポイントなんですけれども、今度はシステム構成を選択できるという点を挙げたいと思います。今ですね、ほとんどの皆様が、働き方が在宅とオフィスというふうにですね、日々ハイブリッド型でですね、お勤めされていると思いますけれども、コンタクトセンターでもですね、同じように、多様な働き方をサポート、できる。ジェネシスクラウドを使っていけばできるというところを挙げたいと思います。というのもですね、ジェネシスクラウドはその日に使う電話機をですね、設定ベースで変更していただくことができますので、センター勤務の場合は備え付けのハードフォンを使って、在宅勤務の場合は業務端末用のスマートフォンですとか、WebRTC 経由で電話を受けるといったことができますので、本当に同じ仕組みをそのまま自宅でも使っていただけると。という点がメリットになるかと思います。はい。そしてこれはですね、全体的なジェネシスクラウド CX の構成図になりますけれども、例えばここで、Amazon Connect との比較を少し出したいと思いますが、Amazon Connect ですと、回線も含めてですね、すべてパッケージングされた重量課金のサービスというのが一つの特徴になると思いますけれども、一方でジェネシスクラウド CX の場合は、回線サービスはですね、別立てになっておりまして、お客様自身でご調達いただく形となります。その場合のメリットといたしましては、お客様が今ご利用されている環境でお使いの番号をそのままご利用いただくという選択肢があるという部分と、あとはですね、仕組みを、クラウド型に移行するということでですね、クラウドキャリア、回線サービスもクラウドキャリアを選択していただいて、フルクラウドの環境を整えていくということも選択することが可能です。で、このフルクラウドの構成というのが左側になるんですけれども、ただいま選択できるキャリアさんとしましては、Twilio さん、Vonage さん、そして KDDI さんの3社が日本でご選択いただけるクラウドキャリアサービスになるんですが、ここはですね、とてもニーズが高くなっておりますので、今後提供、ご利用いただけるキャリアサービスがですね、どんどん拡張していく予定になっております。はい、そして最後にですね、幅広い料金体系について触れたいと思います。ジェネシスクラウド CX は、ジェネシスクラウド1、2、3という3つのプランから、ビジネスに一番適したプランをお客様がですね、お選びいただくことができる形になっております。ジェネシスクラウド1はですね、音声のみの利用。2は音声に加えまして、チャットとメールといったですね、デジタルチャンネルが追加されていきます。そして3になりますと、その2に加えまして、ワークフォースエンゲージメントが加わりまして、オペレーターさんの支援を行うようなツールですとか、音声テキストか、そして品質管理といった多機能なジェネシスクラウドの機能をすべて使っていただくことができます。また冒頭の方でも申し上げましたけれども、どこからでもご利用いただけるようにですね、この間にあるデジタルですとか、ワークフォースというようにですね、単品で組み合わせて使っていただくといった購入方法も可能になります。また課金体系ですけれども、1ヶ月1席9000円からとなっておりますけれども、席数の単価と、あとは同時ログインするかどうかという課金方式からお選びいただくことができますし、あと支払い体系もですね、月々の重量課金や年間契約というようにですね、バリエーションがありますので、本当にお客様のご要件に合わせてお選びいただくことができるようになっております。はい。少し長くなりましたけれども、以上が私のパートになります。
続きまして3つ目のここがいいはですね、吉野さんからご紹介いただきたいと思います。吉野さん、よろしくお願いします。はい、水野さん、ありがとうございました。ではですね、続きまして、AWS サミットで行いましたセッション、それをですね、ちょっと別撮りしております。それをこれからご覧いただきたいというふうに思います。ホテル予約ボットを20分でスピード構築、お客様対応力を上げる AWS サービス連携の最適解ということで、ジェネスクラウドサービスソリューションコンサルティングホームのプリンシパルソリューションコンサルタント藤沢実がお話しさせていただきます。ビデオをご覧ください。はい、水野さん、ありがとうございました。それではここからは、ソリューションコンサルタントの藤沢私の方から、デモンストレーションのビデオを交えたご紹介を、進めさせていただきます。はい、で本日の、こちらの私のパートでは、AWS のサービスと、ジネスクラウド CX の、その融和したサービス提供の形態ですね、こちらが1点、それからもう一つ、そのご紹介を通しまして、ジネシスクラウド CX の特徴であるとか、Amazon コネクト、AWS サービスとの、違いですとか、そういったところのご紹介というのがもう一つ、この2点について、皆様にご理解いただければと、考えております。こちらに表示されておりますのが、AWS とジネシスクラウド CX が直接連携を図れる、AWS サービスの代表的なものになっております。特に上段の3つですね、こちらと下段にあります AWS ラムダ、こちらの方がよく利用される主だったサービスになっておりますので、ご記憶いただければいいのかなと思っております。本日は具体的にですね、この上段にあります音声合成会話型ボットというところで Amazon ポリと Amazon NEXT の、インテグレーションですね、実際の構築方法と、通しまして、この辺を具体的にご紹介してまいります。この左上の可電車から、この右側にあります、ジェネスクラウド CX に着信をしまして、ジェネスクラウド CX の中の、アーキテクトと呼ばれるコールフローの仕組みですね、こちらを経由して、AWS の Amazon Lex、こちらの会話型ボットを呼び出すという流れになっております。でこの会話型ロボットの Amazon Lex で前さばきをしてヒアリングをした内容をまたジネスクラウド CX の方で受信をしまして、こちらを最終的にオペレーターのデスクトップ画面にポップアップしていくと、こういう流れの構築と実際の実演というのを予定しております。また右下にございます通り、この電球のマークですね、こちらについては、例えば Amazon Connect と比べたときに、ジェネスクラウド CX の特徴になっているような部分に、こちらのマークを、つけてありますので、ご参考としていただければ幸いです。はい、で実際の構築なんですけれども、こちら今画面にあります通り、弊社がご提供しているリソースセンターというホームページに詳細がありますので、ご興味ある方はこちらをご参考としてください。はい、では早速、デモンストレーションの方に入りますけれども、3つに区切ってご紹介していくことにしております。はい、まず最初ですね、こちらが、ジェネスクラウド CX と AWS のアカウントの、結びつけですね、インテグレーションになります。こちらの設定について非常に基本的なところなんですけれども、AWS しか知らない方にはジェネスクラウド CX の設定画面、ジェネスクラウド CX しか知らない方には AWS の設定についても少し、触れていただくいい機会になるかと思いますので、細かい部分ですけれどもデモンストレーションをご用意しております。はい、まずこちらの画面ですね、AWS の設定からしてまいります。右上にあります通り、まずロールの作成をしてまいります。でこのロールなんですけれども、ロールの、作成の種別は AWS アカウントということで、 AWS のお客様のアカウントと、ジェネスクラウドの CX が、デプロイされている AWS のアカウントの
紐付けを行っていきます。で、こちらのアカウント ID には、GeneSys Cloud CX 自体の、アカウント ID ですね。こちらを指定していただいて、下にある外部 ID としましては、こちら画面が変わりまして、GeneSys Cloud CX の管理画面なんですけれども、こちらの組織の詳細にございます、こちらの組織 ID をコピー&ペーストしていただければ、構いません。はい、こちらにペーストをしていただいて、次へというところですね、クリックしていきますと、次の画面に進むことができます。はい、でこちらの方で、どんな権限を、こちらのロールに割り当てるかを指定していくんですけれども、はい、まず既存で用意されております Amazon Lex Read Only というものと、それから Amazon Lex Runbots Only というこの2つを割り当てていただきます。で、こちらの方では次へというところをクリックしていただいて、あとは名前をつけて、保存していただくという形ですね。はい。これで2つの権限を付与した、デモレックスボットというところですね。こういう名前をつけたロあデモボ、デモレックスロールという、ロールが作成されたことになります。はい。引き続きもう1つ、ポリシーを作成して、3番目のポリシーを割り当てていただく必要があります。で、こちらは標準で用意されていないので、冒頭をご紹介したリソースセンターからコピー&ペーストして、ポリシーを作成していただければ構いません。これを先ほどの手順と同じように3番目のポリシーとして割り当てていただくという形ですね。で、これで必要なロールが完成したことになります。次に GeneSys Cloud CX の管理画面の方に戻りまして、統合設定という設定にて、Lex を使えるようなインテグレーションを行っていきます。まずこの統合というところのプラスボタンを押しますと、AWS で絞り込みをしたときに、こういった AWS と連携できるもの、冒頭の6つのですね、枠があったんですけれども、この中に見受けられたようなサービス一覧が表示されてきます。はい。で、この中の Amazon Lex V2 というところをインストールというのをクリックしていただきますと、これでもう Lex が使えるようになるという形ですね。で、名前を付けていただいて、一つ設定としてありますのは、先ほど、最初に、作成をした、ロールですね。デモレックスロールのこの ARNID というものをコピーペーストしておきます。これで、GeneSys Cloud CX からですね、このロールを通じて、紐付けを行ったお客様の AWS アカウントの、所定の機能を使えるようになります。はい。これで保存をしまして、ステータスを非アクティブからアクティブに変えていただくと。これで完全に GeneSys Cloud CX のコールフローから Lex V2 の方を呼び出すことができるようになりました。はい。で、今回はですね、これに加えまして、GeneSys Cloud CX のコールフローから IVR にて音声を TTS テキストトゥスピーチで発話させたいんですけれども、この音声も Amazon ポリを使いたいので、ロールとしてさらにこちらにあります Amazon ポリリードオンリーアクセスと Amazon ポリフルアクセスというものを追加しておきます。はい、手順は全く同じですね。こちらロールに権限を付与した後に、先ほどの GeneSys Cloud CX の統合設定にて Amazon ポリというのを今度はインストールしていただきます。全く同様にして、AWS のラムダを使いたい場合には、ラムダをインストールすれば、使えるようになりますし、S3 を使いたければ、S3 をインストールすれば使えるようになります。次に第2ステップですね。実際に Amazon Lex のフローを定義してまいります。こちらですね。はい。再び Amazon の AWS ですね。こちらの設定画面に行きまして、はい。設定をしてまいります。で、こちらの画面、実はですね、AWS さんにご用意していただいている、BookTrip という設計図、ブループリントですね。こちらの方をインポートして使っております。画面はインポートした直後の状態ですね。はい。で、こちらの、ボットのブループリントの方に、いくつかインテントがすでに用意されておりまして、本日の実演では、このブックホテルというインテントを使っていきたいと思います。このように画面に表示されているサンプル発話ですね。これを実際後ほどしていくことになります。はい。
こちらもブループリントをインポートして、このように右上でビルドボタンを押すだけで、ボットが使えるようになりますので、このブループリントのおかげで、かなりですね、この構築というのは、短縮できているということにはなります。これで第2ステップの、REX の用意、ボットの用意ができましたので、最後にですね、Genesis Cloud CX のコールフローの、アーキテクトというもの、こちらの設定を行っていきます。こちら少し長くなるので、前半後半に分けてご紹介いたします。こちらが Genesis Cloud CX のコールフローの作成画面ですね。このように、コールフローを、フローチャートのように、箱を一定線で結ぶ形で記述できるんですけれども、ウィジェットと呼ばれるですね、こういった機能をどんどん追加して、この右側に表示される設定の方を埋めていくことで、フローを完成させることができます。まず最初に、ポリで TTS 音声構成発話をさせたいので、このようにいたします。ようこそ REX V2 の世界へということを喋らせる音声の再生というものを選択しました。また左側にですね、サポートされる言語という設定項目がありまして、こちらの方でどんな TTS エンジンで発話させるかを選択できます。標準デフォルトでは Genesis の TTS になっているんですが、こちらの方を変更して、Amazon Poly というものを選択していきます。で、発話者の、名前もこちらで選択できるので、カズハ MTTS というものを選択いたしました。それでは、フローのですね、作成の方に戻らせていただきます。さらに、ウィジェットの方を追加していきます。ここでもう、先ほど作成した REX V2 の方を呼び出したいと思います。REX V2 のウィジェットを配置しますと、もう先ほどボットが作成済みですので、このように、ブックトリップというボットを指定して、それからボットエイリアスというものも一つ選択できるので、こちらを選択すると、ボットの読み込みが完了します。で、このようにですね、下段の方に、このボットで選択されたインテントですね、こちらによって抜けてくる道が分岐いたしますので、ボットによって、レックスによってですね、前さびきされて、ヒアリングされた情報というものを受け取っていくと。という記述を作ることができます。REX の方では、この4点ですね。何泊しますかという宿泊数。それから、こちらですね。チェックインする日時。宿泊地。それから、お部屋タイプというものをヒアリングしてくれますので、これをそれぞれ Genesis Cloud CX の中の変数に割り当てる、指定をいたします。で、このブックホテルというところを抜けた後に、さらに、記述を進めていきます。ここではスクリーンポップアップする内容ですね。こちらの方を指定していきます。スクリーンポップアップはこの左上にあります通り、あらかじめ管理者の方が作成した画面というものを、この業務に応じてですね、オペレーターさんの画面にポップアップさせることができます。この機能については後ほど詳細をご紹介させていただきます。ここではフローの、こちらですね、スクリーンポップアップの設定というウィジェットを配置しまして、こちらからあらかじめ作ってあるこの新規会員登録というですね、名前の付けられたポップアップ画面の方を指定してまいります。で、このポップアップの方に、情報を渡せるんですけれども、ここでは先ほどボットからですね、ボットでヒアリングをした内容、これが変数の中にすでに入っておりますので、これを文字列としてくっつけてあげて、こちらをですね、一括して引き渡していくという方式を取りたいと思います。このように、Genesis Cloud CX の中に簡易的なスクリプトを記述できる機能がありますので、ラムダを呼び出すまでもない、そういった処理については、こうした形で、この中でですね、記述してあげることができるようになっています。で、この部分ですね、非常に重要な機能になりますので、一旦ご紹介させていただきますけれども、この簡易スクリプトっていうところでは、当然変数を使うこともできるんですが、この右側にありますような多様な関数群というものも用意されております。で、こういったものを使って、様々な処理をこちらの、Genesis Cloud の簡易、
スクリプトの方で記述いただけると。で、それでも足りない処理ですとか、AWS の各種サービスとの連携が必要な処理というものがあった場合には、この下ですね、下段にあります通り AWS ラムダの方に処理を引き渡すことも可能となっております。こういった形で、常にラムダを呼び出すのではなく、簡易的なスクリプトを利用して関数を活用するという選択肢があるというのも GeneSys Cloud CX の非常に有意義な機能の一つになっております。それではフローの作成後編の方に入っていきたいと思います。スクリーンポップアップの方を設定できましたので、その続きを書いていきます。はい。ですね。ここで Whisper をちょっと入れておきたいと思います。Whisper というのはお客様からオペレーターにおつなぎするときにですね、オペレーターにだけ聞こえる音声で耳打ちをしてあげると情報の耳打ちをするという機能ですね。はい。ここでも、ポリの方ですね、音声を使って、情報を発話させていきたいと思います。はい。こちらはちょっとデモですので、情報としてはですね、ここにあります通り宿泊数を、宿泊数は何々ですというふうな発話をさせることに留めておきます。はい。いよいよ最後ですね、ウィスパリングの設定もできましたので、オペレーターに CD 分配、子分配をするというウィジェットの方を置いていきます。これですね、CD に転送というウィジェットになります。こちらの設定では様々な情報を指定できるんですけれども、まず Q ですね、積載する Q 及びその CD 分配する対象となるグループを Q として指定ができます。さらに同じ画面設定の方で、優先するオペレーター名ですとか、このお客様の優先度を指定したり、それからこちらの通りですね、スキルを、この応対に必要なスキルというものを指定したりすることができます。まあ、こういった条件を複雑に、一括して設定できるというのも特徴の一つになります。そして本当の最後にですね、こちら、切断ウィジェットを、配置して、左上の発行ボタンをクリックしていただくと、もうこれで、この一通りのコールフローが実際に動くようになります。これで、コールフロー自体の作成も終了となります。この3ステップが全て完了したということになります。はい。ここからは最後ですね。じゃあ実際、こちらを動かすと、どんな形でですね、GeneSys Cloud CX と、Amazon Next が連携して、ポップアップまで行われるかということを、実演としてお見せしたいと思います。ようこそ、XVNI の世界へ。本日は、どのようなご用件ですか？ホテルの予約をお願いします。どちらの都市に滞在しますか？ロンドンです。何日にチェックインしますか？4月5日ぐらいです。何泊しますか？5泊ぐらいでしょうか。クイーン、キング、デラックスなど、どのような部屋を希望しますか？ツインがいいですね。わかりました。2023年4月5日からロンドンで5泊ですね。予約しましょうか？はい。はい。これで、レックスの方で、ヒアリングをして、それが GeneSys Cloud CX のコールフローに戻ってきて、オペレーターさんの空き待ち状態ですね、積載中という形になりました。で、ここからは実際にオペレーターさんの方で、受付可の状態ですね。お客様からの応対を可能なステータスに変更して、受電をしていきたいと思います。はい。GeneSys Cloud では、この右上にあります通り、この Q 準備中というスイッチを Q 中に変更することで、お客様の応対、お問い合わせですね。これに応対していくことができるようなステータスに変更することができます。宿泊数ははい。5でちょっす。と一旦止めますけれども、着信と同時にですね、お客様まだ積載中なんですけれども、ウィスパリングとして宿泊数は5ですということで、レックスから受け取った5泊という情報を、音声にて、オペレーターさんに耳打ちすることができております。はい。さらに、ちょっと今拡大した、状態になってますけれども、
こちらですね、スクリプトのポップアップした画面から見て、右下の方にですね、こういった形で、REX から引き継いだ宿泊地、宿泊数、お部屋タイプ、チェックイン予定日というものを、先ほどの、簡易的なスクリプト言語でですね、接続というかですね、一つに、テキストとして、まとめたもの、これが、一括して引き渡っていることが確認できます。はい、こちらの部分ですね。こちらで一応、着信からオペレーターさんへのポップアップまでが、デモンストレーションできた形になります。はい、最後にこちらのですね、ポップアップ画面の、ちょっとご紹介をさせていただきます。こちら、スクリプターという機能になるんですけれども、画面で見ていただいている通り、PowerPoint で、PowerPoint のですね、ピッチを作るようなイメージですね。ビジビグと呼ばれますけれども、見たままをそのまま、ポップアップする画面にできるようなエディターにて、コントロールを配置したりですとか、テキストを入力することで簡単にポップアップ画面を作ることができます。例えば、左上にあります、お客様の情報を表示したり、トークスクリプトをですね、表示してあげて、そのお客様の反応ですとか状態によって、オペレーターさんが状況を選択することで、次の最適なスクリプトを次々表示させてあげるようなことも、構築が可能です。また、外部連携をすることが可能となっておりますので、こちらのように SMS 送信ボタンを押したら、外部の API を呼び出して SMS 送信をするといったことも可能です。で、さらにこのボタンに関しましては、そのアクションというものを指定することができまして、こちらもノーコードで、こういった左側にありますようなステップを、振り込んであげることで、コーディング不要でですね、ある程度複雑な処理をすることができるようになっております。で、こちらも、簡易的なステップの表現で、ちょっと足りないですとか、やはり先ほどと同じように AWS の各種サービスと連携が必要な場合、ですね。こちらからも直接 AWS のラムダを呼び出すことができますので、こちらを使い分けていただくことが可能です。で、また右下にありますような GeneS Cloud CX 自体に備わっているデータベース機能というものも、適宜利用いただくことが可能です。AWS のですね、ダイナモといったような RDS といった本格的なデータベースを使うまでもないような、簡易的に使い、あの、データベースを実装したような場合に、便利な機能となっております。こういった、本格的なプログラミングですとか、本格的なデータベース。こういったものを使わなくても、ね、ある程度の、業務というものを実装できてしまうといったところが GeneS Cloud CX の一つの強みにもなっております。はい。以上で私からのデモンストレーションを終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、ご覧いただきました。以上がですね、GeneS からの、レックス連携、のデモンストレーションのご説明でした。では続きまして、今はですね、ボイスボットの連携だったんですけれども、ここからは、AWS さんにはチャットボットの連携で、Kendra 連携、含めて、ご説明をいただきます。ご説明いただきますのは、Amazon Web Service Japan AIML 事業本部部長、ソリューションアーキテクトの鮫島さんです。鮫島さん、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。それではですね。では、今日はお時間いただきまして、エンタープライズ検索との統合による Q&A ボットのコード化ということで、Amazon Web Service Japan の鮫島の方からご説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は先ほどのちょっとご紹介いただきましたように、コンタクトセンターと、そのチャット、ボットというところの連携というところは、すでにお話しいただいたんですけども、今日私の方でフォーカスする部分としては、このボットから先をどう賢くするかというところですね。で、特に AI を活用することによって、もっとこう、ボット賢くできるんじゃないかというところをお話ししたいと思います。で、まずアジェンダといたしましては、まず前段の部分では、コンタクトセンターにおける AI 活用の、
全体についてちょっとお話しした上で、そのボットにフォーカスしたお話をさせていただきたいと思います。先ほどもちょっとご説明いただきましたが、Lex の部分であったりとか、まあ、新しくこう、Kendra という検索サービスと連携するお話を今日させていただきたいと思いますので、こちらについても簡単にご紹介できればと思っております。で、この Lex というものと Kendra というものを活用した、まあ、新しい、まあ、より賢いチャットボットのあり方というのをちょっと次にご説明して、アーキテクチャ図なども説明した後に最後デモで、このセッションを終わりにしたいと思います。はい。では、コンタクトセンターにおける AI 活用についてお話ししたいと思います。すでにご説明がありました通り、チャットボットあるいはボットを使うことによって、オペレーターがこう、直接対応するまでもなく、自動でお客様の対応を、まあ、できるようになるということもございます。で、まあ、こういった、ここに、コールセンターにおける顧客体験の改善というところを説明しているんですけども、まず1点目がですね、こちらに書かれておりますように、自動化の部分ですね。応対を自動化するというところがございます。で続いて、人によってこう、応答を変えたいといった場合もあるかと思います。例えばシステムの中で、まあ、問い合わせしている人の、いろんなこう情報を収集して、それに応じてカスタマイズしてあげるということですね。これが2点目になります。あとは、まあ、対応はいくつかあると思うんですけども、ちょっと難しい対応があったりするかもしれません。まあ、そういった時になるべくこう適切な、回答をしてあげるということで、後でこう折り返しますみたいな、そういったことを減らすことができるんじゃないかというふうに考えられます。で、実際にこう人が対応するってなりますと、こう人の数も限られておりますので、待ってしまう時間も長くなってきますというところで、もし自動化できるところがあれば、それによって待ち時間を削減できるというのも一つのメリットです。あと、まあ、実際にこう電話かけるお客様側からしてもですね、非常にこう効率化されることによって、待ち時間だけではなくて、よりこう問題解決を早くできるというところで、まあ、改善が見込めますというところになります。まあ、全体の流れとしては、このお客様の方から、音声でもいいですし、まあ、モバイルからこう操作してもいいですし、あるいはこうテキストベースでチャットで問い合わせてもいいんですけども、ここに AI、ML、機械学習の要素のが入って、コールセンターとの内容を支援するというふうな形になります。AI、ML の活用パターンになるんですけども、大きく、3つの、活用パターンがあると思われて、考えていますと。で、コールセンターにおいては、まず一つ目がセルフサービスのエージェントというところですね。これは、実際にオペレーターに通話をつなぐ前に、自動で対応するボットを置くことによって、より効率化するというふうなものになります。ですので、人によってこう、何か介入して、まあ、通話する、まあ、通話にかい、するまでに、まあ、回答を得るということが、まあ、できるようになりますというのが一つですね。で、例えば、こう、繰り返し同じような問い合わせを受けることがあります。例えば、こう、パスワードを忘れましたとか、そういった定番の問い合わせですね。こういったものを、こう、人が毎回アサインするのではなくて、自動で回答することによって、まあ、事業員自体も、まあ、満足度を向上させることができるかもしれません。で続いて、まあ、AI が、まあ、もし、いろんな、こう、質問が来る中で、まあ、AI でより、こう、適切なオペレーターに、質問を転送することができれば、このオペレーターから次このオペレーターに、みたいな、こう、たらい回しみたいなことも改善できますので、まあ、生産性も向上できますと。ということですね。で、二つ目が実際に、こう、オペレーターが電話を受けた時の、サポートになります。リアルタイムの通話分析というところになりますけども、実際に、こう、オペレーターの方が顧客の通話を受け取っている中で、お客様からの質問を、こう、素早く、例えば、社内の情報を調べたりして、対応するというのが、あります。で、加えて、管理者に対して、まあ、どういう質問があるのか、どういう状況なのかということを通知して、まあ、必要に応じて、こう、追加のサポートを行うということも可能になります。で、三つ目が通話後の分析ですね。
まあ、通話が終わってしまったら特に、何もやることはないんじゃないかなというふうに思われるかもしれませんけども、まあ、通話した内容の中には、こう、問い合わせの傾向であったりとか、ビジネス改善の機会というのが、ひょっとしたらそこの中に入っているかもしれませんので、これを分析して活用していくということもできますし、オペレーターがどういった、形で、お客様に対応しているのか、パフォーマンスを評価したりですとか、あるいは、こう、従業員の中にはですね、こう、非常にこう、通話の中でストレスを、感じる場合もありますので、まあ、そういった時に、まあ、どういった内容が、話されていたのかですとか、まあ、その後のケアのために使うということも、考えられます。今日はこのセルフサービスのエージェントというところがメインになりますので、ちょっとこちらを少し説明していきたいと思いますけども。で、まずセルフサービスを実現する QA ボットの中で、まあ、課題となっていますのは、先ほどちょっともう説明した通りなんですけども、まあ、長い待ち時間がある。まあ、人につながるまでちょっと待っていないといけないというところですね。で、一方、こう、運営側としては、対応する人というのも限られていて、まあ、待ってもらっているんですけども、なかなかこうアサインができないというところがありますと。で、一旦こう、オペレーターにつないだとしても、あ、この質問はこちらですねという形で、まあ、転送何回も行われたりですとか、あとはもう何度も通話がかかってきてしまう。まあ、オペレーター自体が疲弊してしまうというところが課題になりますと。QA ボットをまあ導入することによって何が期待されるかといいますと、当然お客様は、オペレーターにつながる前に、この自動で回答を得ることができますので、待ち時間を短くできるというところがメリットになります。で、加えて、まあ、その深夜であっても、まあ、自動で動くロボットですので、まあ、対応できたりとか、祝日、休日でも関係なく対応することができます。で、AI を活用することによって、オペレーターに正しく接続することもできますし、まあ、こういったよくある質問みたいなのは、こう、ボットに任せてしまって、本当にこう、ケアしないといけないような重要な問い合わせに、オペレーターは注力できるというメリットもございます。で、こう、セルフサービスの、こう、ボットというのを構築していくにあたって、一体何を考えないといけないかというところを、こちらに、ご示ししております。で、大きく3つに分けておりまして、一番左が、複数のチャンネルに対応しましょうというところですね。例えば、まあ、あるシステムが、こう、あったときに、これは例えば、音声しか対応してませんとか、チャットしか対応してませんとかですと、お客様からすると、ちょっと音声でも対応してほしいなとか、チャットでも対応してほしいなっていうふうな要望が出ることが非常に多いですので、なるべくチャットでも音声でも、まあ、複数のチャンネルで対応できるような仕組みというのがまず必要になります。で、まあ、こういったものが仮にチャンネルとして用意したとしても、まあ、これをきちんと対応するような機械学習、まあ、人工知能のサービスというのが必要になります。例えば、こう、音声が来てもですね、そこが何を言ってるのかというとテキストに置き換えてあげないと、機械は、理解することができませんので、例えば、音声の文字起こしであったりとか、あるいはテキストとして出力したもの、まあ、先ほどご紹介もありました、ポリーのような形でですね、音声に置き換えたりですとか、あるいはチャットボット自体も簡単に作るようなサービスというのも必要になってくるかもしれません。まあ、こういった形で簡単に利用できる AI サービスというのが必要になってきます。で、最後はユースケースですね。まあ、技術とか、まあ、チャンネルっていうところいくらあってもですね、それをどう使うかというところも、考えておかないと実際に使うことはできないということになります。まあ、まあ、ユースケースでは、まあ、定番のものがもうすでにあると思っていまして、まあ、ボットがまず一つですよね。自動で、対応してくれて、オペレーターは回答する必要がないというようなものもそうですし、あとは、通話を正しく転送する機能、通話内容を分析する機能といったものがございます。先ほど少しアイコン、まあサービスのこう、表すようなこと、アイコンがいくつか出てまいりましたけども、主にこう、コンタクトセンターで使っていただけるような AWS の AI サービスのリストというのをこちらに示しております。で、主には言語を、まあテキストをですね、扱うようなサービス群になるんですけども、まあ順番に説明していきますと、一番左側が Amazon Comprehend というサービスで、テキストの内容を解析するようなものですね。例えば、テキストの中にあるような日付であったりとか、場所であったりとか、まあ、そういったものを、抽出することによって、まあ、特にこう、いつ何が起こった、どこで起こったみたいなところを手早く知りたい場合に、まあ、コンプリヘンドというのをお使いいただけます。
二つ目が Amazon Kindle というですね、こちらはあの検索サービスになってまして、大量のこうドキュメントの中から自分が必要な情報がどこにあるのかというのを検索して提示するようなサービスになっています。まあ、検索サービス自体はこれまでもたくさんありましたけども、特に最新の機械学習の技術を使って、必ずしもこう一致していなくてもですね、意味が似ていればそれを正しく提示するということができるようなサービスになっています。で、三つ目が Amazon Next ですね。先ほど画面も見せていただきましたけども、まあ、こういうふうな質問が来たらこう返してくださいっていうのをいくつか組み合わせて、そういう会話のフローを作っていくというふうなものになります。Amazon Polly はテキストを読み上げるサービスになっていまして、まあ、その逆を行うような、トランスクライブですね。こちらは音声を聞いてテキストに書き起こすというふうなものになります。で、まあ、日本語で問い合わせがあれば、まあ、日本語で返すっていうことが、まあ、多いかもしれませんけども、まあ、昨今ですね、まあ、いろんな、こう、言語でのお問い合わせというのも増えてきておりますので、まあ、必要に応じて、こう、テキストを翻訳して返すというふうなことも必要になってきます。そういった場合は Amazon Translate というのもお使いいただけるかと思います。で、今日、メインで使います、Amazon Lex と Polly というところ、もう少し説明をして、あ、すみません。Amazon Lex と Amazon Kindle ですね。こちらを説明させていただきたいと思います。Amazon Lex というのは、機械学習に関して、知識がなくてもですね、簡単に使っていただけるようなチャットボットを構築するためのサービスになっています。で、まあ、会話の一般的な流れというのがテンプレートとして構築できますので、まあ、そのテンプレートに従えばですね、洗練された会話というのをまあ簡単に作ることができるというふうなものです。プログラムを書く必要もなくて、まず最初にどういった、発言が来たら、こういった流れの会話をしましょうみたいなことを、まあ、GUI で設定していくだけで、チャットボットを作ることができます。一旦チャットボットを作りましたら、まあ、そのチャットボットに対して、まあ、当然たくさんのユーザーがつけばですね、たくさんこうアクセスしてくるわけなんですけども、そこのスケーリングというところは完全に Lex 側にお任せできるものになっていまして、お客様側で、こういうユーザーが来たからどれくらいのこう、まあ、リソース用意しないといけないみたいなことは、考えていただく必要はございません。レックスによる会話の例ですね、を紹介していきたいと思います。まず、一番下のところ、ユーザーはですね、こう、電話をかけてきたときに、まず、レックスの一つの機能としては、よくある質問に、こう、回答するというのができます。例えば、どのクレジットカードが使えますかっていうふうに聞いたときに、まあ、こういった質問が来たときに、こう、返しますっていうのを、レックスの中に指定していただけますと、まあ、その通りに返します。例えば、ビザとか、マスターカード使いますよみたいなことを返すこともできます。で続いて、必要な情報を取り込むというパターンですね。この前の、デモでもありましたけども、例えばホテルの予約ですと、ホテルの、いつ予約したいかですとか、どれぐらい宿泊しますかみたいな情報を取ります。で例えば、まあ、今登録しているような運転免許証の情報を変更したいですといった場合には、じゃあ、運転免許証の情報を教えてくださいっていうふうな、こう、流れにしておいて、まあ、情報を、まあ、逐次取得して更新するということもできます。で、取得したものを登録するだけではなくて、取得した情報に基づいて、まあ、通話をこう転送する、まあ、ルーティングするということも、可能になります。例えば何かこう特殊なレンタカーを手配した場合には、まずボットというか、まあ、本人確認を行って、で、オペレーターにつなぐと。で、今回はこうレンタカーの手配なので、まあ、それに適したオペレーターにつなぎます、みたいな、そういったルーティングのことも、まあ、できますと。プログラミングが必要なく開発できるというところなんですけども、こちらがまさにLex によるボットの開発画面になっていまして、ちょうど先ほど、デモにもあったような、ブックホテル、まあ、ホテルを予約するというふうな、デモですと、ホテルを予約するとか、ホテルを予約したいのですが、みたいな、そういった発言が来たときには、じゃあ、ホテル予約のフローを走らせるというふうなことができるようになっています。ここまでプログラミングなくても、まあ、こういった発言が来たらこうしてねということを GUI で設定していただくだけになります。で、作っ
って、その後こう画面上でテストもすることができますので、まあ、実際にこれがちゃんと動くのかどうか、テストウィンドウを立ち上げて、ホテルの予約をお願いしますというと、どちらの都市に滞在しますかとか、まあ、こういった形で、決めたフローの中で回答してくるということができるようになります。でもう一つ、この後、まあ、Lex と合わせて、使う形で紹介したいのが Amazon Kindle になっています。Amazon Kindle は先ほど、簡単にご説明したように、検索のサービスになっていまして、まあ、機械学習を活用することによって、より、こう、高度な、検索ができるようになったものになります。で、これちょっと、まあ、簡単なイメージ図なんですけども、まあ、従来、こう、検索と言いますと、キーワードをこういった形で、IT サポートデスクっていうような形で入力すると、IT とかサポートとか、デスクみたいな、こういったキーワードが含まれているような、文章が、たくさんこう出てくるかと思うんですね。で、中には意図する IT サポートデスクではないような、ページも出てくるかもしれません。例えば、まあ、IT サポートデスクっていわゆる問い合わせデスクだと思うんですけども、なんかこう、ほんと机のような、ドキュメントが出てきたりですとか、そういったことも、当然起こり得るわけなんですよね。で、非常にこう、ノイズも多いわけですけども、Amazon Kindle ではですね、この IT サポートデスクというものが、まあ、どういったものかというのを機械学習で理解して、それが、含まれているところ、問い合わせに、まあ、よくフィットしたような情報というのを、まあ、ピンポイントで抜き出すような技術もございます。例えば IT サポートデスクだけではなくて、その IT サポートデスクってどこですかみたいな形で質問すると、この質問の意図を汲み取って、それは1階にありますというふうな形で表示することもあります。今ちょっと画面の方が英語になっていますけども、Kindle自体日本語に対応してますので、同じように日本語で検索することも可能です。Amazon Kindle の特徴というところですね。まあ、いわゆる、基本的なキーワード検索と比べて、より適切な回答を、まあ、迅速に取得できるというところが特徴になります。これがオレンジの部分の、強み、まあ、特徴の、として挙げられています。先ほどと同じ、示ししたようにですね、どこにありますかみたいな自然言語によるクエリを投げると、それはもう1回ですという形で、ドキュメントを出すのではなくて、回答を直接返すような機能もあります。で、それを実現するためには、例えば IT サポートデスクであったりとか、どこですかっていうふうなところの、言語を理解するところが、まあ、非常にこう、機能として持たれていて、機械学習を使ってそれを実現されているというふうな形になります。で、まあ、デフォルトで、いくつかのこう、まあ、特殊な分野、まあ、例えば、産業であったりとか、金融であったりとか、まあ、いくつかのこう、特徴的特有のこう言語とかいったものに対して、ある程度対応できるような形で、Kindle を動かすことができますので、まあ、ちょっと専門用語が、まあ、かなりこう、まあ、ある企業に特化した、まあ、そこでしか使われないような専門用語は難しいと思いますけども、まあ、広くこう業界、まあ、業種に応じた、まあ、そういった用語に関してはある程度の対応が可能です。あとは、継続的に改善するような仕組みもございます。Kindle の便利な点としてはですね、非常にこう簡単に設定が行えまして、Lex と同様に GUI の設定が可能な上に、例えばどういった文章を検索したいかといった時に、例えば AWS 以外の、ところからも検索することができるようになっています。あと、セキュリティが、まあ、検索の部分では非常にこう重要になってきまして、特定の部署、ユーザーにしか検索させないみたいなところであったりとか、まあ、データ自体の暗号化ですとか、そういったところも、まあ、設定によって、自動で行われることができます。Kindle の画面構築自体も、こういったエクスペリエンスビルダーというものがありまして、こう画面をこう、GUI 形式で対話的にこう、設定していく、いただくことによって、ここに検索窓を置きますとか、まあ、ここにこうフィルターの項目を置きますとかですとか、そういったことが指定できるようになるので、まあ、ここで、簡単なテストを行うことができます。まあですね、
まあ、最近ですと、大規模言語モデルという言葉がよく出てくるかと思いますけども、まあ、こういったものをケンドラと組み合わせることによって、まあ、流暢な、検索結果、まあ、対話というのが、できるようになります。仕組みといたしましては、まあ、検索結果というのは、まあ、こう、ただ単なるこう文章の抜粋であることがあるんですけども、それを自然、大規模言語モデルによってまとめてしまって、まあ、流暢な、表現にしますと。で、その元になったような、ドキュメントのリンクですね。こういったものも表示することによって、まあ、もしこういった要約を見てですね、もう少しちょっと詳しく知りたいなというときには、こういった、リンク先を見ていただくということも可能になります。ここで、Kendra と Lex に関してのご紹介いたしましたが、まあ、Kendra は検索、Lex はチャットボットのサービスだというふうに言うことができるんですけども、まあ、両者に共通する部分としては、まあ、GUI でも設定、構築っていうのが簡単に行うことができますし、まあ、したがってコーディングとかやらなくてもですね、基本的な設計とか実装というところは可能になっています。で、実際に機械学習の、中身の話、例えばどういうアルゴリズムとかどういう方式なのかといったところは今回説明しておりませんが、実際お客様がこれを触れることっていうのはまずないかなと思います。ただ例えば音声認識だったりとか問い合わせ内容の理解といったところは非常にこう難しい技術なんですけども、それをまあ意識せずに使えるというところはメリットになっています。あとフルマネージドですので、セキュリティとかスケーラビリティとかっていうところは確保されていますし、お客様がここに関してすごく細かいチューニングをしたりですとか、設定をしないといけないということはございません。あとは利用した分だけのお支払いになっています。ここまでのレックスとケンドラについてご紹介したんですけど、これをまあどう組み合わせるかというところを説明していきたいと思います。でまずですね、ルールベースの QA ボットを使ったときに、まあ、どういったことが起こり得るかというところをご説明したいと思います。で、Lex というのはあくまで、まあ、こういった発言が出たときに、こういうフローで処理しましょうというのが Lex の基本的な、流れになっています。例えばですね、この後のデモでもご紹介するんですけども、例えば PC を交換したいですみたいな問い合わせが来たときには、じゃあ機種を確認しましょうっていうフローが走って、じゃあどの機種の PC ですかみたいな形で聞いて、例えばまあ Windows ですっていうふうに来たら、じゃあ Windows だったらいついつ交換しますかみたいな形でこう投げかけ、指定したフローで会話をしていくというふうな形になります。ところがですね、もし、この質問というのが、チャットボットに登録されていなければどうなるかと言いますと、例えば、PC 交換ということに関して、まあ、フローは設定されているんですけども、まあ、例えば先ほど紹介した検索サービス、Amazon Kindle って何ですかみたいな質問が来たときに、これはもう、ボットには登録されてないのでわからないわけですよね。で、Amazon Lex だけですと、まあ、いろんなやり方があります。一番シンプルなのが、いや、わかりませんっていう回答させる方ですね。まあ、それだと、お客様の満足度としては低いですよね。で、多くの場合は多分、わからない質問に関しては、オペレーターにおつなぎしますみたいなパターンがあると思います。ので、まあ、一般的には質問、それわからない質問が来た時には、オペレーターにつないじゃいますと。じゃあ、オペレーターはまあ人間なので、その場でパパッと調べちゃって、Amazon Kindle というのは機械学習を利用した検索サービスですよということを、チャットした人に返すこともできます。まあ、ただですね、実際そういったことをやってると、まあ、オペレーターさんもパンクしてしまいますので、なるべくここを減らしたいというところがあるかと思います。で、今回ご紹介するのが、まあ、検索との投稿というところで、このボットと、このオペレーターの間にですね、こう、文章を検索するような仕組みを設けて、わからない質問は、この文書から検索して回答を引っ張ってきて返そうというんですね。もしいい回答が見つかれば、オペレーターにつながることなく、直接返すことができますというところですね。で、もしこれもなんかこうチャットをしてきた人からすると、ちょっと答えがおかしいんじゃないかな、なんかよくわかんないなということがあれば、もうオペレーターさんにつなぐというふうなことも、まあ、作ることができるんじゃないかなと思います。では、このフローを作るために
つまり、ボットと検索っていうのをつなぐために、どういうふうな構成にすればいいかと言いますと、こういった形の構成になります。まず問い合わせを受ける部分は、これはこれまでご紹介しているように、Amazon Lex ですね。こちらを使って、まず問い合わせを受けますと。でもし Lex に指定したフローが定義されていなければ、質問に対するフローが定義されていなければ、ラムダと呼ばれている、他のサービスと連携させるような、サーバーレスのサービスなんですけども、これを使って、わからなかった問い合わせというのを Amazon Kindle の方に投げて、Amazon Kindle はそれに従ってドキュメントを検索します。で、もし何かいい検索結果が見つかれば、ラムダを経由して、Lex に返してユーザーに返すという、そういった仕組みですね。そうすると、指定した Lex のフロー以外も検索でカバーできると。Kindle の検索でカバーできるというふうな形になります。というところで、ここからデモのパートに移っていきたいと思うんですけども、まずちょっとデモのシナリオだけざっと、前提をちょっと説明しておきたいと思います。で、今回は、この Amazon Lex というのは、PC の交換のみを受け付けられるような、チャットボットにしています。で、もし PC 交換以外のリクエストが来たら、ラムダを実行して、Amazon Kindle に、その来た質問に対しての検索をさせて、検索結果を返すというふうな仕組みにしたいと思います。じゃあ、Lex の設定はどうなっているかと言いますと、まずパソコンの交換に関して問い合わせが来たときと、それ以外の問い合わせが来たときという形でフローを分けて対応させます。これはAmazon Lex の中の言葉でインテントというふうに呼んでいます。なので2つのインテントが設定されています。PC のリプレイスメントっていう、パソコンを交換する場合のインテントと、それ以外のインテントですね。それ以外のインテントというのは、何かそのために設定するわけではなくて、フォールバックインテントというのが、事前に定義されていますので、どのインテントにも合致しなければ、このフォールバックインテントっていうのが起動されます。で、フォールバックインテント、インテントの中にはですね、まずサンプルアタランスという言葉がありまして、どういった言葉を受けたら、このインテントを起動するかですね、を指定しています。でもちろん PC 交換の、インテントですので、PC を交換したい、PC を交換みたいな発言があれば、それを起動しますし、例えば類似の要件としてはパソコンが壊れたみたいなところが出てきても同じように PC 交換のフローを実行します。で、その後ですね、もしこのフローが走り出したら、いくつかの、質問事項を、投げかけて、必要な情報を取り込むような形になります。例えば、PC の交換を行いますので、現在ご利用中の PC のタイプを知ってくださいとか、いつ、何日に受け取りますかとか、何時に受け取りますかみたいなところを聞いて、必要な情報を取り込んでいきます。で、先ほどが PC 交換のフロー、インテントになるわけですけども、デフォールバックインテント、つまりインテントに合致しないような問い合わせが来たときには、対応方法がわかりませんでした。で、Kindle に投げますので、社内ドキュメント検索しますよというふうにして、ラムダダイアルコードフック、つまりラムダを経由して、ケンドラを検索するというところを、イエスにしておきます。ちょっとラムダをどういうふうに実装するかはちょっと飛ばしますけども、ケンドラの設定としては、こういった形で、まずドキュメントだけではなくて、FAQ も設定できますので、ケンドラとかレックスとか、そういったものに関する、サービスに関する今回 FAQ を、あえて指定しておきました。FAQ は、間膜切りで、例えば Amazon Kindle とは何ですかって聞かれたら、こういうふうに答えてくださいみたいな。そういったものをペアとして、CSV としてアップロードすれば登録することができます。
あとはもう大量のドキュメントですね。これを検索して使うっていうことも併用できますので、今回はちょっとあまり関係はないんですけども、Wikipedia のデータを一部使っておりますので、まあ、ちょっとこのあたりもデモでお見せしていければと思います。はい。じゃあちょっとデモの画面の方に切り替えます。とダミーの画面で恐縮なんですが、これは画面は作っていて、裏でレックスが動いていますと。で、先ほどもう指定した通り、フローを実行します。例えば PC の交換というふうになると、さっきの Lex の、インテントが起動されて、PC 交換のフローが走ります。で、例えば最初は PC のタイプを聞くというふうなスロットでしたので、Mac ですねとかっていうような形で聞くと、まあ何時受け取りますかってことですね。で、例えば、今日は6月29なので、29としたり、何時ですかというふうに言われてますので、まあ13時というふうにやると、まあこれでいいですかみたいな感じ。まあはいと答えると、これで感じますね。今ちょっとテキストで打ち込みましたけども、一応マイクの方も対応しているので、あ、すいません。私の声が。はい。というふうにやるとですね、音声も認識して、入ってくれますと。ですね。はい。で、Lex とつなぐ場合、Lex、何かコールセンターとつなぐ場合はですね、ここの、Lex の音声認識部分っていうのをつなぐことができますし、コールセンター側で、テキストの、文字起こししたものをこちらに送るということも、できるようになっています。でですね、ここはまだ、レックスだけでできる話なんですけども、ここからですね、ケンドラを使うことによってのメリットをちょっと説明していきたいと思いますと。で、先ほどちょっとパワーポイントの方で説明したように、FAQ をまず使うことができて、一旦 CSV を上げれば、そこの CSV の内容を見て、適切な回答を選んでくれますと。ですね。で、例えば、そのさっきケンドラに関しての、FAQ が登録されていたと思いますので、例えば、ケンドラとは何ですかっていうふうに聞いてみると、あ、そのまま書いてきた。ちょっと Amazon ケンドラにしましょうか。こういった形ですね。Lex の方では、登録がありませんので、定型文として対応方法がわかりませんというのを一旦返して、対応ドキュメント、社内ドキュメントを検索しますというふうになっていますと。で、ここから、ラムダを、起動して、ケンドラの中の、情報を探します。Amazon のケンドラに関、情報に関しては、すでに FAQ の方に登録がございますので、ここからですね、適切な、回答というのを返していきます。まあ、今、テキストで返しておりますけども、もし、音声での、こう、会話というか、応答をちょっと求められる場合は、ちょっとご紹介したポリなどを使って、このテキストを読み上げるということもできるかと思います。ちょっと、長いので、どこまで、こう音声として読み上げるかというところはちょっとお客様の方で決めていただく必要があるんですけども、こういった使い方は可能です。で、それ以外にも、例えば Amazon Lex の FAQ もあったと思いますので。そうなんですよね。結構高いです。Amazon Lex について聞いても、まあ、同じように FAQ から、質問に対しての回答を返すことができています。
あとはですね、ちょっと、ここは FAQ に対しての回答を作る部分なんですけども、それ以外にもドキュメントをたくさん、今回 Wikipedia の、ドキュメントをちょっと投入してますので、それを使っていくつか、検索をしてみたいと思います。で、ですね。例えば、何でもいいんですが、こういうふうな、ちょっと、FAQ としても登録されてないものを入れてみますと、こういった形ですね。ドキュメントを検索しますと。で、Kindle はドキュメントをバーッと検索結果として出すこともあるんですけども、もしそこにぴったり当てはまるようなキーワードがあれば、それをそのまま返してくれると思います。で、合ってると思うんですけども、令和元年は2019年ですよっていうふうな回答が、ここでは得られていますね。他にもですね、例えば、ちょっと全部の情報を今回入れていないので、返ってこない可能性もあるんですが。こんな感じの一般的なことを聞いてみると、この場合は、答えが、ぴったり当てはまるものは見つかってないんですけども、この部分を抜き出してますね。枕草子の作者である清少納言というところまで引っ張ってきているので、こんな形で、ドキュメントでもぴったり合うところっていうのを、こう一部抜き出してきて回答できるというふうな形になります。ちょっと実際のこう業務とこう Wikipedia の情報だとちょっとギャップはありますけども、イメージとしては、ドキュメントをある程度こう、例えば社内のドキュメントのこう、ここに入れておいて、Kindle だと繋いでおけばですね、Lex にすべてこう、こと細かに、設定するだけでなくて、ドキュメントの中から、回答するというふうなボットも作れますよというところが、今日のデモ、ご提案のお話、説明の内容となっています。はい。というところで、私の方の、説明は、以上となっておりますけども、今日、ご説明したというか、デモとしてご紹介した内容は、サンプルコードなどはこちらに、ございますので、後ほど多分この資料配布されるかと思いますが、ご興味おありの方はお試しいただければというふうに思います。あと、コードだけではなくて、設定であったりとか、どういったことができるのかというと、このブログも、ご用意がございますので、ぜひ、ご覧いただければというふうに思います。はい。私の方から今日の発表以上で、終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。いろいろと、詳しく教えていただきまして、ありがとうございます。ではですね、講演者の方々皆さん入ってきていただきまして、ちょっとここから QA ですね、QA コーナーを始めさせていただきたいと思います。いくつか、質問をいただいております。まだまだお受けできますので、ぜひセッション終わって、これ聞いてみたいという、ご質問ございましたら QA ボックスの方に入れていただければというふうに思います。今いただきたご質問ですね。まず一つ目、Amazon Lex のようなものは Genesis Cloud CX にはないのでしょうかというご質問なんですけど、これ藤沢さんお願いしてもよろしいですか。はい。そうですね。Amazon Lex のようなものというふうに言いますと、Genesis Cloud ですと、ボイスボットでダイアログエンジンボットフローの方がございます。はい。です。もう一回すみません。いいですか？ちょっとですね。喉が大丈夫でしょうか？藤沢さん、もう一回言ってもらってもいいですか？あ、はい、すいません。すみません。そうですね。ボイスボットとしては、ダイアログエンジンボットフローというものがあるんですが、
チャットボットとしてはデジタルボットフローという2つの製品に分かれている感じですね。うん、で、今現在ちょっと日本語版がまだベータ版なので、その点にはご留意いただく必要があります。はい。ありがとうございます。では続いて2つ目になりますが、ケンドラはドキュメントを検索するというお話でしたが、ドキュメントはどういうものでも良いのでしょうか。例えばワード、PDF、まあ、その下も関連したものですね、どこの情報を参考にしたかも示せるのでしょうか、まあ、ワードの何ページとかってありますが、まあ、先ほどウィキペディアとか FAQ っていうところをお説明いただいたと思うんですけど、まあ、こういうファイルもの、あ、そういったものを使えるんですかっていうようなお話、鮫島さん、お回答をお願いできますでしょうか。はい、そうですね。ちょっとこれデモでお見せしてもよかったかもしれません。検索すればちょうど出てくるんですが、そうですね。かなりちょっと対応しているファイルタイプは多くてですね。どうしようかな。少々お待ちください。はい、例えば HTML ファイルとか、例えばマイクロソフトさんのいわゆるオフィスのドキュメントだと、もちろんプレーンテキストも PDF、CSV ファイルなども対応しております。はい。うん、なるほど。それを、その例えばじゃあワードっていうところで言うと、ワードの何ページ目ですよ、まあ何とかの資料の何ページ目ですよみたいなことも示せたりするんですか？ちょっとページ数を示すことはちょっと難しいですね。これはまあ、実際こう読んでいくと、ただのテキストでしかないので、それをまあどういう表示するかっていうところで、まあ、ページ数は結構変わってくるかなと思いますので、ちょっとそこまでは、表示することは難しいかなと思います。ただ、まあ、冒頭から、どれくらい、例えば何単語目とかですね、そういったところは工夫次第では表示することができますので、まあ、大体のこうページ数などは実装によっては、コントロールできるところもあるかと思います。あと、はい、質問では複数箇所というのは非常にご質問かなと思っていまして、もともとはですね、1ドキュメント1箇所しかできなかったので、複数ドキュメントを示すことしかできなかったんですが、じゃあつい先日、もう2、3日前なんですけども、1ドキュメントから複数箇所、抽出できるような機能が出てきましたので、今は可能というふうに言うことができます。はい。なるほど。はい。はい。ありがとうございます。チャットの方でも質問を今いただきました。Amazon Connect と AWS サービス、Lex などを連携する場合と、Genesis と AWS サービスを連携するには、難易度は変わりませんでしょうかっていうご質問ですね。これは、どちらに答えていただきましょうか。難易度、じゃあ、まず、Genesis の、はい。をなんですけれども、先ほど、はい、AWS さん、鮫島様からご紹介いただいた通り、多くの場合、AWS の各サービスは、ラムダを通じて、つないでいくことになるかと思うんですが、私のちょっと、拙い、ビデオではあまり紹介できなかったんですが、ジェネスクラウドから直接、ラムダの ARN を指定して実行することができますので、同じラムダに対してリクエストを投げて、結果を得るという部分では、同じ、まあ、難易度であったりとか、感覚で、扱っていただけるのかなというふうに思います。ありがとうございます。なんかそこに対して、鮫島さん、コメントとかありますか？追加コメントとかございますか？そうですね。おそらく AWS としては、まあ、多分同じ AWS サービスの方がつなぎやすいっていうことになると思うんですが、ただ私は先ほどちょっとも拝見していて、Genesis サモンソリューションってもうほぼ、それと同等というか、まあ、非常にこうシームレスに、つなげますし、どちらかというと見た目の画面操作っていう意味ですと、非常にこうわかりやすいかなと思いますので、本当に難易度変わらないんじゃないかなと思いました。はい。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと最後の質問とさせていただきます、社内の FAQ システムを持っているのですが、ケンドラ検索でその FAQ システムを検索できますでしょうかということですが、ですね、今はケンドラに FAQ の内容をインポートしていただく必要がありますので、一度それを
例えば社内の FAQ の情報、まあ、なんか CSV か何か落としていただいて、Kindle に再登録いただくということが必要かなと思います。あと、またですね、まあ、FAQ システム自体が HTML であるのであれば、まあ、それ自体を検索対象として含めるというのが一番こう簡単な方法ではありますね。はい。なるほど。わかりました。ありがとうございます。では皆様も質問ありがとうございます。ちょっと時間が過ぎてしまいましたので、こちらで Q&A を終わらせていただきたいと思いますけれども、本日は、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。こういったウェビナーですね、まあ、初めて開催させていただきましたが、AWS サミットからまあ続きまして、こういった形で AWS さんとですね、共同、セッションを持つことができました。我々もですね、日々AWS さんとは、まあ、一緒にですね、いろんな形で提案のご支援をさせていただいておりますので、ぜひ何かご不明な点などございましたら、お気軽にですね、我々のところにご連絡を、ご相談をいただければというふうに思います。で、今日、質問、を出せなかったけれども、後で、質問事項出たっていう方もですね、こういった、今表示されている、QR コードもしくはメールアドレス、またこの後も、サンキューメールというのを皆さん出させていただきますが、まあ、そういった中でご質問いただければというふうに思います。で、最後アンケートをポップアップしますので、よろしければご協力をお願いできればというふうに思います。はい、ということで、本日は皆様、ご参加いただきましてありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。はい、では終了とさせていただきます。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。